ビタビタで15秒。よし。Nice.
3連続あれも特殊なエリア宝箱見てほしい。でもなんか無駄になってるからな今のとこ。な殺しにかかってきたんで。ダコード
またランダム生成に殺されるかな、敵の。生きた。またはめられると思って。よし。ここで売って肉買って微妙に装備も整えて、Welcome. Hey, want to buy something?
Come back again. こんばんは。ちょ待って、やばい、それはまずな。肉の消費が30分は切れそうです。ほどほど。最後ガチャがあるからどうしようもないんですけど、1位と比べれば全然遅いっす。すごい差があります。キーボードでの入力にしたんで、こっちはその操作の切り替えが難しい時だけとか短い時だけやるようにしてる。そうだね、うん、悪魔城突入からね、結局このブラックパンサーのグリフが落ちないと先に進めないんで、道中に出ないともうそれだけでマイナスなんですよ。マイナスがプラスなんですよ。だから運ゲーが始まるんですよ。 4.6% を引く運ゲーになるんで、you、yeah.
外せよ外せよ、アンゴルを外すだよ。ギルクルスに帰るんだぞ。あとちょっと体力がねえから。で、その後に同じ死刑ちょっとだけ回収、体力回復、突入で猫ガチャ開始。経験が生きたな。あとはちゃんと道中で猫が出れば30分切れる。最悪なんだけど。全然マジでね。あと4体だよ。3体か。よし、オッケー。グッド。いけるいけるいける。ミスるなよミスるなよ。猫がないと先に進めないんで。落ち着いていきましょう。死なないようにしないとね。体力が満タンじゃねえから。オッケー、あとはもう抜けれる。回復。絶対にグリフを装備しろよ。よし、行こう。で、ショータイムなのだ。オッケー、ショータイム。まあ、ニナモさん見とけって。何してるかわからんわらなのだ。こうするとすごい速くなる。自力歩合ができるようになる。メモリー破壊をすると。なんかたまにシュコッとジャンプするでしょ。これ俺何もしてないんだよ実は。で、このわけわからん挙動があるもんで、オラーレ取る必要がなくなるんですよ。
この壁もう抜けれちゃうようになるんですよ。こうやって ちょっと待って待って、取ってるね。オッケーオッケー。危ね、なんか初めて見る挙動が出てびっくりした今。オラーレなくてもここ抜けれちゃうもんね、こうやって。俺も今終わったと思った。何ミスったと思ったの。いけーなのだ。いけいけー。ディフェンスやって、アングルやって、みんなスリラも掃除して、で、絶対ジャッジメントリングを忘れんように。ディフェンスやって、ここで、オッケー。